こんにちは。それでは、えっ、ー、と、私のトークを始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、えっ、ー、と、The News Letter of RBS Updates というタイトルで話させていただきます。えっ、ー、と、まずはじめに私の自己紹介をさせてください。えっ、ー、と、ポッケと言います。えっ、ー、と、普段は、えっ、ー、と、Bit Journey という会社で、えー、とソフトウェアエンジニアをしています。Bit Journey では、えー、Kibera というウェブサービスを作っています。 また、今日のトークの RBS に関連しては、RBS のメンテナンをやっています。また、今年の3月からは、CRuby のコミッターとしても RBS のメンテナンスをしています。まずはじめに、RBS の非常に多くのコントリビューターの方に感謝を述べさせてください。RBS はその性質上結構いろんな方に、 えー、片定義ファイルを書いていただくことが多くて、えっ、ー、と、とてもたくさんの方にコントリビュートをいただいています。ありがとうございます。では、えっ、ー、と、まず今日のゴールについて簡単に説明をしたいと思います。えっ、ー、と、本日のトークでは、えっ、ー、と、皆さんに、えっ、ー、と、アプリケーションに RBS を導入したいとなった際の、えっ、ー、と、ヒントとなるような情報を持ち帰っていただけたらなと思っています。また、えっ、ー、と、 今回のトークのタイトルにもあるように、えー、と Ruby 3.1で導入される予定の RBS の、えー、と新しい機能などについてもご紹介しようと思っています。なお、えー、とこのトークは、えー、と事前に録画されたトークになっています。そのため、まあ、いくつか、えー、とおそらくこの発表を皆さんがお聞きになる頃までには、えー、とアップデートがあると思いますので、えー、とそれらのアップデートはこの、えー、と GitHub のポ o c k ラ t ら ルビー会議2021レポジトリに書いていこうと思いますこの URL は、えーと、おそらく Twitter とかでも流すと思いますので、よろしくお願いします。また、えー、とこのトーク自体は私も、私自身も、えー、と見ていますので、何かあったら適当にご質問をお願いします、えーと。では、今日のアジェンダについてお話しします。まず、えー、RBS というのをご存知の方も多いとは思うのですが、えー、と簡単に RBS 自体とその、えー、と周辺のソフトウェアについて説明しようと思います。 また、えっと、その後に、えっと、今回のメイントピックである、えっと、RBS コレクションという、えっと、ツールについて、新機能についてお話しします。その後に、えっと、RBS 言語自体の、えっと、アップデートについてを2つお話しします。えっと、この、えっと、言語のアップデートについては、えっと、RBS のメンテナー、えっと、作者の、えっと、太郎さんにサポートいただいています。ありがとうございます。また、えっと、他のアップデートとして、えっと、 他のアップデートについても最後に簡単にご紹介します。では、えー、と、まずは、えー、と、RBS についての簡単な説明です。まあ、RBS というのは何かと言いますと、えー、と、Ruby の型を書くための言語です。えー、と、RBS は、えー、と、Ruby、Gem として、えー、と、Ruby3.0 から、えー、とあ、Ruby 自体に同梱されて配布されています。また、えー、と、RBS は普通に Gem としても配布されていますので、 RBS が対応している Ruby2.6 以上であれば、Gem、えー、インス Install RBS というコマンドで、えー、お使いいただくことができます。RBS は主に、えー、2つのレポジトリで開発されています。1つは、えー、スラ r u b y すら r RBS レポジトリで、こちらは、えー、RBS の Gem の Gem 自身のレポジトリになっています。えー <laughs> えー、この、えー、レポジトリでは、えー、RBS コマンドだったり、 えっと、RBS を Ruby として使う際のライブラリーだったり、また、えっ、ー、と、RBS、えっ、ー、と、Ruby の標準ライブラリやビルトインライブラリの、えっ、ー、と、型定義ファイルが一緒に同梱されて配布されています。また、えっ、ー、と、もう一つのレポジトリーが、えっ、ー、と、Ruby の GemRBS コレクションレポジトリーです。えっ、ー、と、こちらは、えっ、ー、と、RBS 本体とは違い、えー、サードパーティーの Gem の 型定義ファイルを配布すするレポジトリです例えば、RailsGem やノコギリ Gem の型定義ファイルが RBS ファイルとして管理されています。タイプスクリプトをご存知の方は DefinitelyTyped を思い浮かべていただくと分かりやすいと思います。ここで GemRBS コレクションレポジトリ に、えー、とコントリビュートする方法について簡単にご紹介したいと思います。えー、g e m r ルベ c o l l e c t レ o n r e p o s は、まあ、先ほど言った通りサードパーティーのジェムの RBS を書くためのレポジトリなのですが、えー、と私はとても、えー、とコントリビュートをしやすい、えー、とレポジトリになっていると思います。えーと えっと、ジェム大きい GEM があったときに、それのすべての機能を満たした RBS を書くというのは非常に大変なんですが、えっと、私たちは、えっと、そこまでしなくても GEMRBS、えっと、コレクションへのコントリビュートを受け付けています。というのも、えっと、メインの機能にだけフォーカスしたような、えっと、RBS を書いていただければ、それをマージして、まあ、ゆくゆくは、えっと、もっと大きな RBS に育てていきたいと思っています。なので、まあ、お気軽にどうぞプロリクを送っていただければと思います。 また、RBS 以外にも多くの関連ツールが開発されています。一つ目はタイプフロフで、これは1日目のキーノートでもお話があったかと思います。また、もう一つは Steep で、これは RBS を使った静的型解析機になります。 えっと、三つ目は、三つ目以降は、えっ、ー、と、今日はあんまり紹介はしないのですが、えっ、ー、と、RBS Rails というツールを、えっ、ー、と、私が作っています。これは、えっ、ー、と、Ruby on Rails で書かれたアプリケーションのための、えっ、ー、と、RBS ファイルの生成するためのツールです。また、えっ、ー、と、Solve というツールも、えっ、ー、と、Stripe の方々を中心に開発されていまして、 これは RBI という RBS とはまた別の型定義のための言語を使った静的型解析機です。では、早速 RBS Ruby 3.1で導入される RBS2 で導入される新機能について話していこうと思います。一つ目は RBS コレクションという機能です。 RBS コレクションは、えー、と依存ライブラリーの IDBS をメンテナンス、えー、マネージするためのき、えー、機能です、まあえーと。すごい簡単に言うと,、えー、と RBS のためのバンドラーみたいなイメージだと思っていただければ分かりやすいと思います。えー、この機能は私が中心となって開発しています。また、えー、RBS コレクションコマンドはすで、えー、に、えー、とエクスペリメンタルのリリースとして、えー、とリリース済みです。 えっと、また、えっと、RBS v2, Ruby 3.1に向けて、えっと、正式リリースができるように、えっと、現在開発中です。えっと、geminstall rbs コマンドで、えっと、今すぐぜひインストールしてください。で、まあ、なんでこのコマンドを作りたくなったかと言いますと、えっと、今までの仕組みだと、えっと、サードパーティーの rbs を管理するというのは結構大変になっていました。 でまあ、どういうふうに大変かというのを、えー、と実際に Rails、えー、アプリのための RBS を準備するにはどうしたらいいかという方法を見ながら、えー、とご説明をしたいと思います。まず、Rails、えー、アプリの、えー、と今までにの方法で Rails アプリのための、えー、と型を用意するためにはまず先ほどご紹介した、えー、GemRBS コレクションの Git レポジトリを手元に持ってくる必要があります。 えっと今回は Git サブモジュールを使った方法をご紹介します。まあ、Git サブモジュールアドで、レポジトリを指定して、GemRBS コレクションというパスに Git クローンをしていきます。で、これでえと一応えと準備は整うのですがえーと、<laughs> RBSValidate のような RBS のコマンドを実行するには次のようなすごい多くのオプションが必要になってしまいます。<laughs> えっと、この例では、えっと、-r オプションを使って、えっと、rbs の実行に必要な、えっと、rbs の、えっと、gem の名前をすべて列挙しています。また、えっと、--rep オプションを使って、先ほど、えっと、Git サブモジュールでクローンしてきた、えっと、gemrbs コレクションのパスを設定しています。これは、えっと、タイププロフを使う場合でも、えっと、本当に同じ、同じ、 えっと、オプションが必要になります。また、えっと、スティープを使う場合でも、えっと、別の方法で、えっと、別のオプション、別の設定が必要になります。えっと、スティープの場合には、スティープファイルというファイルを使います。えっと、スティープファイルに、えっと、先ほどクローンしてきた、ジェマール BS コレクションのパスをレポパスとして、また、使うライブラリーの一覧を、えっと、ライブラリーメソッドに、えっと、すべて指定するということが必要になります。 まあこの例を見てなんとなく大変そうだなというのは分かったと思うんですが、えー、とまとめると次のような大変さがありますまず一つに、えー、と私たちはこの、えー、と依存性の解決を手で行わなければなりませんつまり Rails、えー、アプリのための、えー、と依存性の解決をするにはまず Rails、えー、アプリなのでアクティブサポートジェムに依存しているだろうでアクティブサポートジェムはロガージェムに依存しているだろうというのを全て えーと手で何が何に依存しているかというのを解決して書き下す必要が出ています。また、えー、<laughs> RBS をダウンロードしてくるという処理もちょっと大変で、えー、Git サブモジュールを使ったり、えー、とまた RBS ファイルを直接コピーしてくるといった必要が出てきます。まあ、これは結構プリミティブな操作なので問題があって、 例えば、えっ、ー、と、アクティブサポートジェムとノコギリジェムで、えっ、ー、と、同じジェム RBS コレクションリポジトリの違うリビジョンのファイルを使っていきたいとなったときに、えっ、ー、と、単に Git サブモジュールを1個足すだけではうまくいきません。また、えっ、ー、と、RBS をロードするとなったときに、えっ、ー、と、RBS コマンドと Steep と TypeProf ププでそれぞれ別の設定が必要です。つまり、 RBS コマンドだとこのようにオプションで指定して、スティープだとこのように、えー、っとスティープファイルに設定を書くというふうに設定,場所設定箇所が荒けてしまいます。そのため、1つの場所で、えー、っと設定を管理したいのにそれができないというふうになってしまっています。 問題を解決するために RBS コレクションというコマンドを実装しました。RBS コレクションコマンドを使うと、これらの問題をすべて解決することができます。RBS コレクションコマンドが何をするかなんですが、RBS コレクションコマンドを使うと、まず依存性が自動的に解決されます。 また、RBS ファイルのダウンロードも RBS コレクションコマンドが行うため、自分で Git サブモジュールを追加するといった作業が必要なくなります。また、RBS ファイルのロードもオプションだったりファイルだったりで設定がばらけることがなく、一つの設定で行うこと、一つの設定ファイルで RBS の読み込みを行うことができるようになります。 では、えっと、RBS コレクションコマンドが実際の Rails アプリでどのように動くかを見ていきましょう。まず、えっと、RBS コレクションコマンドが使える最新の RBS Gem をインストールしましょう。まあ、これは、えっと、Gem インストール RBS でインストールができます。次に、えっと、RBS コレクションイニットというコマンドを実行します。これによって、えっと、うん、RBS コレクションのための設定ファイルである RBS コレクション .yaml というファイルが生成されます。 うん、次に、えっ、ー、と、えー、生成した rbscollection.yml に、えっ、ー、と、次の行を足す必要があります。えっ、ー、と、これの意味については、後ほど詳しく説明するのですが、えっ、ー、と、ここでは、えっ、ー、と、標準ライブラリ、例えば、パスネームや、ロガーや、えっ、ー、と、mutexm などの、えっ、ー、と、標準ライブラリの、えっ、ー、と、レール l に必要な標準ライブラリの名前をすべて列挙しています。えー、次に、えっ、ー、と、 えと、生成した RBS の RBS コレクションの設定ファイルを元に RBS をインストールします。RBS のインストールには、えー、RBS、えー、コレクションインストールコマンドを実行するのですが、その前に、えー、GemFileLock を作っておくことが必要です。えー、と、後ほど詳しく説明するのですが、えー、RBS コレクションコマンドは依存性の解決に GemFileLock を使っています。そのため、えー、と、 ジェムレ i ルズと書いたジェムファイル,ァイルをあらかじめせ作っておき、それをもとにバンドルインストールしてジェムファイルロックを先に作っておく必要があります。では、RBS コレクションの設定ファイルとジェムファイルロックの生成ができたら、RBS コレクションインストールというコマンドを実行しましょう。これで必要な RBS ファイルがすべてインストールされます。ここまでできたら、 えっと、準備は完了です。えっと、これで、えっと、必要な RBS ファイルがインストールされるため、えっと、RBSValidate や TypeProf や Steep といったコマンドが、えっと、特に、えっと、ライブラリの設定やオプションの設定なしに実行することができるようになります。えっと、見てわかる通り、えっと、RBSValidate の場合であれば、えっと、何のオプションもなしに、TypeProf も同様にオプションなしに、Steep の場合も、えっと、 スティープファイルに必要なものは解析対象のファイルなどを設定するだけで何のライブラリを読み込むかという設定はなしに実行することができるようになります。<laughs> では、最後に簡単に RBS コレクションの仕組みについて解説しようと思います。RBS コレクションはまず先ほどもご説明した通り Gem ファイルロック の情報を使って、えっ、ー、と、RBS のロックファイルである、えっ、ー、と、m r b s c o l l e c t i o n l o c k y a m l というファイルを生成します。えっ、ー、と、g e m ファイルロックには、えっ、ー、と、すでに、えっ、ー、と、依存性が解決された、えっ、ー、と、すべての gem の情報が載っているので、えっ、ー、と、そこから RBS がある gem だけを抜き出して、えっ、ー、と、この、えー、rbscollection.lock.yaml に書き込みます。rbscollectioninstall というコマンドを打つと、えっ、ー、と、 えっと、先に生成した RBS コレクションのロックファイルから、えっと、ジェムの情報を抜き出して、その、えっと、そこから、えっと、必要な RBS をコピーしてくるという処理を行います。えっと、ここで、えっと、主にコピーしてくる先、コピーしてくる元は、えっと、Ruby すら GemRBS コレクションレポジトリーになりますが、えっと、この部分は、例えば、えっと、フォークした、えっと、レポジトリーを使ったり、 また、社内向けジェムのためのプライベートリポジトリを指定するといったことも可能です。最後に、RBS コマンドやタイププロフやスティープといったコマンドから、スティープといったコマンドを実行する場合にも、このロックファイルを、それらスティープなどのコマンドが読み込んで、自動的に必要なライブラリーを読み込む、必要なライブラリーの RBS を読み込むといった処理を行います。 最後に、えっと、RBS コレクションで現在まだ未実装の機能についてご説明します。えっと、先ほども軽く触れました通り、RBS コレクションを使うには現状では、えっと、標準ライブラリをすべて自分で設定に書く必要があります。なぜならば、えっと、これは、えっと、RBS コレクションコマンドが、えっと、GEM ファイルロックをもとに、えっと、依存性の解決を行っていることが原因です。 えと標準ライブラリ、例えばロガーや、えー、とオプトパースといった標準ライブラリは、えーと、ジェムスペックやジェムファイルに書かなくても、えー、リクワイアすることができます。すると,、えー、と何が起きるかというと,、えー、と、多くのジェムでは、例えばレールズはロガージェムに依存をしているのですが、ジェムスペックにはその依存は書かれていません。そのため、えー、とロガージェムなどへの依存があったとしても、えー、とその依存は えとジェムファイルロックに現れることがありません。えっ、ー、と、現状、RBS コレクションコマンドは、えっ、ー、と、ジェムファイルロックをもとに、えっ、ー、と、依存性の解決を行っているため、えー、そのような、え e、ー、m ジェムファイルロックに現れない、え e、ー、m ジェムは依存性の解決ができないようにやっています。この問題を解決、この問題は、えっ、ー、と、なるべく早く解決したいと思っていまして、えっ、ー、と、この問題の解決のために、えっ、ー、と、各ジェムの RBS と一緒に、えっ、ー、と、マニフェスト YAML のようなファイルを 同梱させて、そこに依存性の情報を書くようにしたいなと思っています。うん、では、えっと、ここまでで RBS コレクションの解説はおしまいです。次に、えっと、RBS 言語自体のアップデートについてお話ししようと思います。まずは、えっと、b o u n d ンデ Type Parameter という機能についてご紹介します。b o u n d ッ t Type Parameter は RBSV2 で導入予定の機能で、えっと 型引数にアッパーバウンドを指定できるような機能です。どういう例でこれが嬉しいのかを見ていきましょう。まず、プリティプリントクラスを例に出します。プリティプリントクラスでは、プリティプリントニューを呼ぶには、プリティプリントをする先のオブジェクトが必要です。 例えば、ストリングを渡して、prettprint.new のストリングみたいな感じで呼び出します。このストリングだったり、他のオブジェクトだったりには、LTLT メソッドが実装されている必要があります。では、実際にどんな感じに使われているのかを見てみましょう。prettprint.new には、例えばストリングを渡したり、スタンダードアウトのような IO を渡したり、もしくはあれを渡したりといったことができます。 一方、えっ、ー、と、prettyprint.new には true クラスのオブジェクトを渡すことはできません。なぜならば、えっ、ー、と、true クラスには LTLT メソッドが実装されていないためです。また、えー、インテジャーを渡すこともできません。えっ、ー、と、インテジャーには LTLT メソッドは実装されているのですが、これは、えー、とビットシフトのための演算子です。 そのため、このメソッドは、ストリングを受け,付け受け付けることはないので渡してしまう、渡してしまうことはできません。では、このえっとプリティプリントクラスの型をえっとバウンデッドタイプパラメータなしで書こうとすると、どのようになるでしょうか。書いてみますと、次のようになります。まず、左側が RBS の型定義なのですが、 えっと、プリティプリントクラスを見てみると、まあ、アウトプットに ppout というインターフェース。このインターフェースは、えー、LTLT メソッドで、ストリングを1個受け取るような、えー、と <laughs> 型定義になっています。そして、まあ、イニシャライズの際に、えー、と引数として ppout を1個受け取るというような型になっています。で、まあ、Ruby の方のコードを見てみますと、プリティプリントドット n e w を呼ぶと、えーと <laughs> プリッチプリント .new のドットアウトプットまでは、えっ、ー、と、型エラーなしで呼ぶことができます。しかし、えっ、ー、と、うん、。ト,トプットのドのトサイズのようなメソッドを呼ぼうとすると、えっ、ー、と、Ruby としては、えっ、ー、と、バリッドな構造なのですが、えっ、ー、と、Ruby では、えっ、ー、と、型エラーになってしまいます。なぜならば、えっ、ー、と、ドットアウトプットは、の方は ppout であり、えー、ppout には、えっ、ー、と、LTLT メソッドだけが定義されているため、 ストリングで定義されているサイズメソッドを使うことはできないためです。同様のことは、えっと、アレを渡した場合にも言えまして、えっと、アレの、えっと、ジョインメソッドを呼び出すみたいなこともできません。えっと、この問題は、バウンディッドタイプパラメーターで解決できます。バウンディッドタイプパラメーターを使った場合の差分は、えっと、次の例の、えっと、太字になっているところで表しています。 えっとうん、まず、えーっと、プリティプリントクラスに型引数 x を渡し、その x が、えー、ppout を、えー、ppout とコンパチブルであるという風な表現をします。これによって、えーっと、イニシャライズ時に呼び出さ、イニシャライズ時に渡せる方は、えー、ppout とコンパチブルな、例えばストリングやアレイだけになります。また、えーっと、アウトプットの方は x なのですが、この x は えとストリングであるというふうに推論できるため、えっ、ー、と、アウトプットの .size というメソッドを呼び出しても、これはストリングのサイズメソッドを呼び出しているとなってエラーになりません。また、えっ、ー、と、アレの場合も同様にアレジョインメソッドを呼び出すといったことが可能になります。えっ、ー、と、次に、えっ、ー、と、ジェネ e r i エリアスという機能についてご説明します。 ジェネリックタイプエリアスも RBSV2 で導入される予定の新機能です。例えば、機構造を型として定義したい場合を考えます。次のように数値に対する機構造と文字列に対する機構造を一つずつ定義したいとなった場合、現状の RBS の機能だと型を二つ定義する必要があります。ほぼ同じような型が二つ現れてしまいます。 これは、えっ、ー、と、ジェネリックタイプエリアスの機能を使うと、えっ、ー、と、ドライにすることができます。<laughs> ジェネリックタイプエリアスを使うと、えー、と次のように、えっ、ー、と、まあ、ツリー、リーという型を定義し、それに、えっ、ー、と、型エリアスを渡すことができるようになります。これによって、えっ、ー、と、汎用的なツリー型が定義できるようになるので、 先ほど定義していた int ツリーや string ツリーといった方はこの汎用的なツリー型に型引数インテジャーや string を渡してやるだけで表現できるようになります。また他のクラスのためのツリー、例えばキャットクラスのためのツリーを定義したいとなった場合にもこのように簡単に定義することができるようになります。では最後にその他のアップデートについてご紹介させてください。 2では、その他にもさまざまなアップデートを予定していまして、例えば、現時点では RBS ファイルのアップデートが80個の RBS のファイルが追加されたり更新されたりしています。また、パフォーマンス改善も予定していて、現時点ですでに Ruby3.0 に同梱されていた RBS のバージョン1と比べて、先ほど紹介していた RBS バリエートコマンドが大体3倍ぐらい速くなっていました。 また、えっ、ー、と、現在、壮太郎さんによって、えっ、ー、と、RBS のパーサーを C で書き直すという作業が行われていまして、これによって、えっと、最大で5倍程度、えっ、ー、と、RBS のパースが速くなる見込みです。また、えっ、ー、と、多くのバグ修正などが行われています。えー、と詳細は、えっ、ー、と、このチェンジログをご覧ください。最後にまとめです。えっ、ー、と、RBS、えっ、ー、と、Ruby 3.1に同梱される予定の RBS バージョン2では、まあ、 RBS コレクションのような、えー、と多くの、えー、と新機能と、まあ、あと,、えー、と RBS の言語自体のアップデートが行われる予定です。また、えー、と多くの、えー、RBS のシグネーチャーのアップデートやパ、まあ、フォーマンスの改善なども行っています。えー、と私たちは、えー、Ruby3.1 に向けて、またそれ以降に向けて引き続き RBS を改善していく予定です。ご清聴ありがとうございました。